いじめ、不登校、引きこもり、教育をめぐる問題が日々深刻化する現代日本。今、学校や教師たちをはじめとする教育界の現状に対して世間の声は厳しいものがある。やっぱり生徒にちゃんと接してくれて、で悩み事とかもちゃんと相談できるような人がなってほしいです。そうですね、まあ、信用というところではわからないんですけども、子どもが接するっていうところがあるので、子どもたちがやっぱりストレートに受け取る、まあ、それがどういうふうに受け取るかっていうところで、やはり教師の側も気を使って子どもたちの側に立って接してほしいなとは思います。まあ、少しは誠意なんじゃないですかね、はい、子どもたちとか子どもたちが一番じゃないですかね、はい。でもほら、私なんかもう学校出たのがもうそれこそ小学校入ってからもう70年ですからね、もう80になりますからね、でやっぱり先生もだらしないかもしれないけど、やっぱり生徒が強いんじゃなくて先生は弱いんじゃないでしょうかね、私たち年寄りから見るとね。もっと先生が周りに父兄とか周りのことを気にしないでもっとピシピシやってくださったらいいんじゃないかと思いますけどね。まあ、今の方とはちょっと全然意見が私なんかは合わないと思いますけどね。さまざまな意見が飛び交う中、教育界では今何が起こっているのか。東京湯島聖堂、日本の学校教育発祥の地にその男がいた。作家中谷明宏、就職マニュアルのベストセラー面接の達人をはじめ、ビジネス恋愛などをテーマに数々の指南書を手掛けている。その中谷が教育界の問題を問いかけるべく、教職業界の達人に声をかけたのだった。達人トークセッション教職へ。果たして日本の教育は変わっていけるのか。